コザニ県はギリシャ共和国の西マケドニア地方を構成する行政区の一つ。県とはコザニ。コザニ県の西と北西はカストリア県に、北はフロリナ県に、北東はペラ県に、東はイマシア県及びピエリア県に、南東はラリーサ県に、南はグレベナ県にそれぞれ接している。コザニ県には県北部から アリャクモナス川やポリフィトス湖にかけて小さな谷が広がっている。また、県の東部と西部は特に山が連なっていて、西部にはアスキオ山脈、北東部にはベルミオ山脈、南西部にはビオ山脈が走っている。県北部は鉱山地帯となっている。小座2県の気候は大陸性気候から高山気候まで幅広く分布する。小座西では夏は暑く。 冬は、テッサロニキより寒冷である。また、高知部及び東部と西部では、雪が降る、厳しい冬となり、南部や海岸部よりは、雨の日が多い。夏の気温は、摂氏25度摂氏30度前後である。古代のコザ二県の地域は、複数の王国があった。それらが、マケドニア王国に併合された後、第三次マケドニア戦争で、共和制ローマの支配下に入った。 ローマ帝国の東西分裂後は、この地域は東ローマ帝国の統治領となり、14世紀から15世紀にオスマン帝国に併合された。1913年のバルカン戦争でギリシャ王国の統治下に入った。その後コザニ県が作られたが、当時は現在のフロリナ県、グレベナ県、カストリア県の領域も含むものだった。 1919年から1922年まで続いた木戸戦争が終結し、その後行われた住民交換でコザニア付近の集落に住むトルコ人がトルコに送られ、代わってその地に小アジアやポントス地方からの避難民が居住した。第二次世界大戦とギリシャ内戦では町の建物が破壊されたが、戦後にはほとんどが修繕された。また、 空港や病院も開かれた。1996年の地震では、小座2県の一部が被害を受けた。また、1998年から2006年にかけて、エグナティア高速道路が建設され、トンネルも付設された。また、2008年2月にも小規模な地震が発生し、小座2市街の一部が被害を受けた。小座2県は、歴史の中で繁栄してきた地域である。 かつてのコザニはバルカン半島に大きな商業権を持ち、その商業活動はドナウ川にまで及んでいた。現在でもコザニ県はギリシャ有数の商業が繁栄した地域であるが、昔とは理由が異なりコザニ県内での工業が盛んであるからである。コザニ県内では発電用の燃料となるカッタ湯や化学肥料に利用される小石塩、をクロムなどが産出される。 また、アスベストの鉱脈もあり、現在は閉鎖されているが、1990年代中頃まで使用されていた。コザニ県には、水力発電用のダムが付設された、人工庫のポリフィトス湖があり、ギリシャ国内の電力を賄っている。しかし、この地域は短期間で産業面で急成長を遂げた、ために、環境保護主義者からは問題視されている。コザニ県コザニ県は、 以下の自治体から構成される。面積の単位は、経平方メートル。人口は2001年国勢調査時点。小座2県の旧自治体カリクラティス改革以前の広域自治体としての小座2県は、以下の基礎自治体から構成されていた。改革後、旧自治体は新自治体を構成する行政区となっている。下表の番号は、渦と対応している。 旧自治体欄で印を付したものは気のティタ。それ以外はディモス。成長所在地欄で太字になっているものは、新自治体の成長所在地となったものを示す。現在では、以下の州の法的な地位はない。ありがとうございます。